He's the one who killed her. And it's her brother. 90% sure. 草月の章、大樹の説、鉄血の呪事師。ミルディン大橋を制圧した王国軍は帝国領内へ侵攻を開始。対する帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れてこれを迎え撃たんとしていた。Wait, I hear また。like. Oh. そうか。Did I see this one? No, I didn't see this one yet. I feel like. Wait, did I see this one? I might have seen this one. お前には2つほど言いたいことがある。Although, to be fair, they all look the same. 例だ。Okay, 俺が不在の間、殿下を支え続けてくれたこと。もう一つは不満だ。お前は自分の命を軽く見ている節がある。先日の戦いの時もこれまでも、お前は常に体を張って俺たちを守ってくれた。感謝はしているが、お前は自分の命の価値を考え直すべきだ。殿下がどれだけお前を頼りにしているか、そして俺がどれだけ、いや、ならば行動で示してくれ。お前はこの軍にとって欠かせない存在だ。失うわけにはいかない。それに、お前が死ねばこの温室を訪れるものが減るからな。あの花も俺の他に見るものもなく、花を落とすのは哀れだろう。お前にはいつかこの花が一面に咲き誇る景色を見せてやりたい。そうだ、この戦乱が終わり、殿下が王位についた暁にはきっと見せてやれる。だからそれまで死ぬな。わかったな。そうだな。これまで俺は自分の命などどうなってもいいと思っていた。殿下のためならばためらいなく捨てる。今もその思いが変わったわけではない。だが今俺はこの戦乱の終わりを生きて見届けたいとも思っている。お前にダスカーの花畑を見せるその日まで俺は生き続けたい。Oh, that makes me so happy. Makes me so happy that he's back. 先ほど密偵から報告がありました。どうやら帝国はメリセウス要塞に兵を集めているようです。我々がミルディン大橋を攻め落としたのに対し、早速手を打ってきたのでしょう。その規模は我らの倍以上。おそらく皇帝自ら軍を率いるのではと。またリーガン家のクロードは早々にグロスタール家と講和すると、同盟諸侯を糾合して兵員をかき集め帝国領に侵攻する準備を進めているとか。このまま行けば3つの勢力がグロンダーズで衝突することになりますな。 Just like 3 years ago. 干渉に浸りたいならよそでやれ。しかしこの戦力差は困ったものですな。我らは精鋭揃いといえど少し心もとない。ええ、できることなら
今からでも援軍を要請したいところですが、王国の主要領主のうち他に頼れる勢力があるとすれば、カロン家でしょうか。カロン家も帝国への親従を表明していない家の一つです。で、そんなカロン家は私の実家でもあるってわけだ。Oh. Oh, yeah. よし、私が父様に頼んでくる。今の状況なら断られるってことはないさ。私を守ってくれた教団の頼みとなりゃ、力を尽くして応えてくれるはずだ。ええ、頼みましたよ、カトリーヌ殿。今の段階でやれることはこの程度でしょうか。そうですな。他に打てる手があるとすれば、それは。そうですね。同盟とは直接ぶつかる理由もありません。仮にカロン伯の協力が得られたとしても、帝国との兵力差は埋まりようがない。ですが、我々と同盟とが手を結べば、帝国に拮抗しうる勢力となるでしょう。I wanna join forces. そうですね。我々に取れる行動はそれだけでしょうから。ひとまず使者を送り、同盟側の腹を探るとしましょうか。しかし、決戦の地がグロンダーズとは、あなた方にも思い出深い場所でしょうに。十字飛戦の時は私たちが勝ったのよね。なんだかずっと昔のことみたい。どうしても思い出してしまいますね。思い出したくなんかないのに。戦いの後の食事、よく覚えています。本当に美味しくて楽しかった。ダメだよ、やめてよ。せっかく思い出さないようにしてたのに。やっぱりこんなのおかしいよ。一緒に学んできた仲間と戦うなんて。皇帝陛下に直接言ってみたらどうだい。ま、聞いちゃくれねえだろうけど。敵が何であろうと、俺は殿下のために戦いましょう。おい、イノシシ、勝てる見込みは。さあな。もし負ければ、俺たちはお前のために死ぬことになるな。フェリックス、そこまでにしておけ。勝てばいいだけの話だ。出立までに心を決めておけ。殺される覚悟も、殺す覚悟も、帝国は言わずもがな、同盟と剣を交える可能性も十分にある。かつての学友を切ることに、もはや躊躇はない。 I mean, he did just kill Ferdinand. もう慣れた。Oh, as usual, let's just run around. I can finally talk to Dudu again. I'm not gonna collect. そういえば5年前のグロンダーズ呪術戦、あの行事が開催されたのは、私が先生の学級に入る前か入った後か、覚えていらっしゃる？ It was after you joined.ね、正解ですわ。忘れないでいてくださって嬉しいですわね。先生の学級に入ってすぐの行事でしたから、呪術戦は大事な大事な思い出ですのよ。仮にここでエーデルガルトを撃てたとして、その後殿下はどうするんでしょうね。そこさえはっきりしてくれれば、俺文句とか全然ないんですけど。This seems likely. ま、多分そうなるんでしょうね。教団とも一緒に行動してることですし、ま、先のことを考えるより今は次の戦いを生き延びることを考えるべきですかね。たとえ教団やファーガスの兵が盛況でも、貨幣で大軍を破るのは容易ではない。本当に
水凶な奴らだ。奴らと共に戦っている俺もな。戦いに勝てたおかげでミルリン大橋をじっくりと見学できました。やっぱりすごいですね。あの大橋は歴史の重みに圧倒される思いでした。あれだけの巨大建造物を水上に築くには大変な努力があったに違いありません。いずれは軍事拠点ではなく観光名所としてフォドラの人たちに解放したいですよね。する。礼を言わせてくれ。この5年殿下のおそばにいられなかった。ああ、ダメ。深手を追ってな。お前が殿下を見つけてくれてよかった。お前には恩を作ってばかりだな。ああ、ようやく殺せる。ようやく彼らに報いられる。This is the first time I've ever seen you stand right there. 今後は前線を押し込むほどにレアを捜索できる範囲が拡大される。せめて何か手がかりの一つでもつかめるといいのだが、とはいえレアがテートにいるならば帝国を倒すまで救い出せないことになるが。 And he's just cleaning the room again. 毎日しっかり掃除しておかなきゃ。いつレア様が戻ってくるかわからないですからね。そうですね。ああ先生、ついつい考え事にふけってしまいましてね。これまでのこと、この後のこと、厳しい戦いになるとは思いますが、どうか殿下をよろしく頼みますよ。Everyone can hear. いよいよ帝国に足を踏み入れるのね。ちょっと緊張してきたかも。ミルディン大橋でもフェルディナントと戦ったけれど、これからは昔の友達と剣を交えることも増えてくるのかしら。もし仮にここで帝国軍に勝てたとしたら、次の戦場はどこになるんでしょうね。やっぱりグロンダーズ平原の先にあるメリセウス要塞を落とさないと。なんて戦う前から勝った後のことを考えてどうするって話ですよね。そもそも今回の戦いに勝てるのかも正直わからないような状況ですし。戦場で指揮を取るのが先生でよかったです。ディミトリには務まらないでしょうから、彼の執着のおかげで無駄な時を使わず最短で帝国打倒に突き進めていますが、猛州の王子を旗頭にいただくこの軍の行く末に明るい未来など望めるはずもありません。この先仮に帝国に勝てたとしても、フォドラは一体どうなるのやら。いけない、先生が相手だとつい本音が。今のはここだけの話ということで。 OK、ありがとうございます。 Oh, this random girl. Just あの、ありがとうございます。ここへ連れてきてくれて。今回の行軍にも同行させてもらえることになったんです。 Seriously? やっと兄さんの仇を討てる。 Yep. 私はあの化け物を必ず。 Yep. She's definitely that one dude's sister. 次は大きな戦になりそうですね。また多くの人が命を落とすのでしょう。そうですね、先生。お互い必ず生きて戻りましょう。たとえ相手がかつての学友であっても、私は彼らを討ち生き延びてみせる。カトリーヌ殿ならば必ずカロン伯を解き伏せてくださることでしょう。あとは同盟方からの返事を待つだけですが、果たして名所は何を考えているのか。とにかく今は戦いに向けてできる限りの備えをしておきましょう。頼みがあるのです。 I probably have this. Yep. ありがとうございます。
次は大きな戦いになるかもしれないと聞いたけれど、本当かしら？怪我人が出たら医務室に運んでってやっていた昔が懐かしいわね。戦場では助ける間もなく人が死んでいく。その中の一人にあなたはならないで。昔の友達と戦わなきゃいけないのってやっぱり気が重いですよね。こんなことなら帝国や同盟の人たちと仲良くならない方が良かったのかな。先生、私どうしても割り切れなくて、ずっとどうして他の国の人と同じ士官学校で勉強するのか疑問だったんです。でもやっとその意味を理解できたような気がします。他の国の人たちのことを知れば知るほど戦争なんてしたくなくなりますから。帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れているそうだな。いきなり籠城を決め込むことはなかろうが、こもられれば厄介だぞ。あそこは高い城壁に囲まれた堅牢な要塞と聞く。落とすのは容易ではあるまい。研究には多くの事象を集めて仮説を導き、それを証明するという手法がある。しかしその手法には難敵が存在する。例外というものだ。紋章学における例外がまさに君なのではないかと思えて仕方がないのだよ。良いのだ、例外に自覚などなかろう。我が輩は我が輩の目で最後まで見極める。それが君に出会った我が輩の紋章学者としての使命であるのだから。あんた頼まれてくれねえか。あんたに頼んで正解だったな。Annette, you're up. No question.Magic staff. I already have like two of those. 料理は好きだ。Now your head's out of frame. そうだな。Has that always been the case? I don't know. お前はなかなか筋が良さそうだな。Was your head always out of frame in this? これ美味しそうですね。早く食べましょうよ先生。まあ私これ大好きなの。よく知っていたわね先生。So the month training then. 今日もいい食べっぷりだなお前は。見てるこっちが気持ちいいぜ。余計なお世話よ。仕方ないでしょ、訓練の後はお腹がすくんだもの。Hey, Sylvain. くそ。いって。先生。わざわざ見舞いに来てくれるなんて優しいんですね。いや大した怪我じゃないですよ。明日には戦線にも復帰できるって言われましたしね。それにほらあんたのために受けた傷だし、勲章みたいなもんでしょ。本当に
あんたが殺されちまうと思ったら体が勝手に動いたってよくさ。だけど正直な話、あんたが羨ましいって気持ちは今でも変わってませんよ。あんたを見てると憧れずにはいられないんです。俺は家を出奔する度胸があればあんたみたいな紋章と無縁の生き方もできたのかなって。そうさ、逃げ出そうと思えば逃げ出せたんですよ。ゴーティエの家からも、紋章を持つ貴族の運命ってやつからも。うちの実家は王国の最北にある山のすぐ向こうは異民族の住む土地でして、昔はファーガスの従属下にありましたけど、王国が倒れた今、いつ戦いになるか、何しろもう何百年も争ってきたわけで、その間うちの家はずっと防衛の要だった。いや、うちの兵士や将がっていうよりもゴーティエ家の遺産、破裂の槍がね。あの時は割と危なかったんですよ。一歩間違えれば教団に槍を没収されていた。父上は槍を教団に取り上げられるのを恐れて、修道院にいる俺に槍を渡し、万一のことがあったら俺を領地に呼び戻すつもりだったんでしょうね。ま、そんな事情もあるからか、うちの家は特別紋章を大事にするんです。紋章を持ってる俺は両親からそれはそれは大事に育てられてきたけど、紋章を持たない兄上だとかは、俺が生まれたのを契機に一気に冷遇された。兄上には井戸に突き落とされたことも、真冬の山に置いて行かれたこともあります。ガキなりに理解してたんですよ。俺は兄上から全てを奪っちまったって。紋章が欲しくても手に入らなかったやつの前で辛いだなんて言えるかよって話です。だから女たちの粘つく視線も、俺を寝踏みする霊嬢たちの視線も、笑って受け入れなきゃならなかった。俺には紋章がありましたからね。ああ、もう遅いけど分かってますよ。一言嫌だって言えばよかったんだ。とにかくあんたを恨むのは筋違いだった。本当にすみませんでした。それからありがとう、先生。あんたと出会ってなかったら、俺は一生他の生き方ってのを知らないままだった。今は本当に心の底から先生に会えてよかったと思ってますよ。Aw, cool. We're best buds now. Whatever. There we go. Let's see. You're very close. Hey, there we go. できていたか。褒めるようなことでもない。理解が深まった。戦場にも学びはあるということか。Obviously。役に立ちそうですよ。手応えがありました。いやー、ためになりました。いやー、ためになりました。いやー、ためになりました。やったわ、先生のおかげね。
次も頑張るわね。えい、いい感じだったわ。なんだかつかめてきたみたい。いい感じだったわ。やった、どうですか先生。ほう、ダメばいい。やった、どうですか先生。見てくれてありがとうございました。指導に感謝します。できていたようでよかったです。この程度できて当然です。指導に感謝します。お聞きしたいのですが。 Yes? Considering the current situation in the force is at our command, we need to rely on mercenaries. However, they will have no loyalty to territory or master. I cannot help but feel ill at ease about hiring sellswords. Motivate them by denying compensation if they revolt. Let's figure out a clear and suitable way to use them. Considering not suitable. This one? なるほど。ああ。Sure. You will eventually become that, so why not? Cool.手応えを感じられました。 Oh, okay. Ooh, there's a paralogue at this point? Huh. I wonder whose paralogue it is. Hey, Annette. Oh. Oh. Oh, interesting. Let's do it.